はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、今週はね、重賞4つあるんですけど、阪神大賞典だけ、この YouTube にアップして、あとサブチャンの方でね、ちょっと時間の都合で、ちゃんとしたものが取れないはずなので、スプリングステークスに関しては、サブチャンにアップしたいなと思っております。今、もちろんね、人気になるのは、もう、コントレールをね、追い込んだアリストテレスが被ると思います。はい、あと、まあ、ディープボンドなんかもね、まあ、伝説の中で、まあ、主役ではないですけどね、非常に目立つ脇役として、目立っていたディープボンドであったりとか、あとまあ、ジャパンカップとかね、有馬記念、昨年の年末、力出せていなかったYou Can Smileあたりが人気続くのかなっていうふうに思います。で、アリストテレスに関しては、LTP 指数、まあ、うちのブログでね、毎週末アップしているものなんですけど、こちらがね、283で、高いですね。上位に入っています。明け4歳としては非常に高い数値になっています。で、You Can Smileが指数311で1位なので、いつもならね、You Can Smile買うところなんですけど、僕的にはね、指数2位の、大勢トレイルが、気になっています。で、まあ、阪神のね、芝3000メートルで、まあ、長距離、長丁場っていうこともあって、なんかこの反動で速い時を出している馬とあまりリンクしないなっていうイメージになりがちなんですけど、実は過去ね、コース的に振り返ってみると、そうですね、立冬反動で、速い時計の出している馬の、構想率が高いという結果が出ています。例えばね、51秒以下だと2勝2着2回とかあるんですけど、まあ、該当馬はね、当然少なくなりますよね。こういう時だと、カフジプリンスとかレインボーラインとかナムラクレセント。とかがいます。まあ、53秒台以下も、2勝2着1回、3着5回。で、55秒以下、1着3頭、2着1頭という感じになってます。なおかつね、合わせ馬で先着している馬の構想が多発している勝ち馬に、非常に該当が多いという結果になっています。で、大勢トレールなんですけど、今回ね、52.4 秒、当該種、はい、高時計を出しております。で、前走ダイヤモンドステークスに関しては、まあ、外目でね、まあ先行はできていたんですけど、まあ、外目をずっと回る、まあ、距離ロスも結構あったかなと思うのと、前にね、馬がいたわけじゃなくて、ずっとまあ、並走のような感じで、外を回っていたので、結構思ったより消耗が激しかったのかなっていう印象ですね。直線ではもう結構バテていましたし、足も使えませんでしたね。力を出し切ったとは言えないレースだったんじゃないのかなっていうふうに僕は思っています。でもクッション値がなんか高い方がいいのかなって、まあ前に行く馬なんでね、高い方がいいのかなと思うのと、まあ、そうですね、クッション値 9.4 以下のレース2つでこけて、それ以上のところで、まあ割と構想しているっていうところもあったりします。なので、あいにく週末雨模様ということで、その点はね、マイナスなのかなと思うんですけど、まあ別に重馬場渋っても走れる馬ではありますし、アリストテレスがね、まあ、人気被るだろうなと。かなり被るでしょう。当然もう皆さんレース、そうですね、菊花賞に関してはもう、コントレイルよりもアリストテレスの方が印象に残っている人の方が多分多いと思うので、はい、そういうことをまあ前提に考えてかなりオッズがね、偏るだろうなというふうに思うと、オッズ的に僕一番買いたいのは大勢トレイルですね。はい。まあ、反論の時計にしてもそうですし、まあ、合わせ馬もしていますし、まあ、前走ね、結構ロスが大きかったっていうところ、そういうところからも考えると、はい、あと、まあ、人気を加えると一番単系統の馬券で買いたいなと、はい、思います。あと、もう一頭ね、そんなにじっくり紹介する馬でもじゃないんですけど、反論でね、やっぱ反論早い、少量行くぞって反論早いじゃないですか。で、51.1 秒今回も出してるんですよね。で、やっぱ、阪神大賞典ね、51秒台出してる馬、まあ、51秒台以下をね、出している馬って、やっぱ僕的にはちょっと、抑えておきたいかなと、いいイメージもありますし、過去にそういう構想も多いです。で、反動時計が早いから、いい時計出してるからといって人気につながらないというところを考えると、勝利いくぞもちょっと頭で買いたいなと思います。で、馬券的にはもう単勝体制取れる勝利いくぞ、単勝で2点、買いたいと思ってます。で、馬単その2頭を頭にして、紐でアリストテレス、ユーキャンスマイルを入れたいなと。あと、まあ、反論の部分からですね、白2と体制もなく、まあ、白2はよくはね、見えなかったですけど、まあ、時計的にというところで、はい、入れておきたいなと思います。で、まあ、先週ちょっとね、馬単に絞ったレースに限ってね、馬連にしときゃよかったという結末がありました。はい、ありましたけど、まあ、ちょっとここで、そうですね、ビビって馬連も買うよりは、まあ、オッズ的なこと考えて、はい、めげずに馬単系統の馬券で、勝負していきたいなと思っております。さて、一つね、訃報が本日入ってしまいました、マイネル軍団の総帥ですね、はい、岡田茂之さんが、はい、まあ、誕生日だったんですけどね、お亡くなりになったという、非常に残念なニュースが入ってきました。まあそうですね。まあ僕としては、岡田さんが関わった馬とか、まあコスモバルクとかもそうですけど、好きな馬いっぱいいますし、まあ、競馬ファンからしたらね、非常におなじみの、方ということになります。で、やってきた功績もありますしね、はい。うん、コメントとかもまあ面白いっていうか、まあ、なんだろうな、結構逆に当たらないことが面白かったりするようなね、そんなところもあったりなんかして、うん。非常に残念ですね。まだ、71歳ということで、まあ、今の時代で言ったらかなりお若いと言える年齢でもありますし、まだまだね、これから、僕もね、ずっと競馬を見ていく中で、まあ、ずっと目にする方だというふうに思ってましたし、急にね、これ手に召されてしまうんだことは思っておりませんでした。本当に残念で仕方ありませんし、うん。ただこういう方がいたんだよって、まあ今ね、競馬ファンがまた去年から増え始めたのと、あと、馬娘ですか、僕やってませんけど、競馬のファンがまたぐっとね、初心者のファンの方が、若いファンの方も増えそうな感じがしてきますので、うん。こういう方がいたんだよっていうのをね、競馬初心者の方身近で出てきたら、なんか、ちょっとね、その伝えるというか、はい、こういう方がいたんだよっていうお話とかもね、していきたいなっていうふうに思いました。本当にね、残念な、ニュースだったんですけど、本当にね、ご冥福をお祈りいたします。さて、先ほどもね、少し話に出したんですけれども、スプリングステークスに関してはですね、サブチャンの方でアップいたします。まあ、サブチャンは、まあ、はい。このチャンネルからもリンク貼ってありますし、動画の最後でもね、出てきますので、ぜひね、そっちも見てもらえたら嬉しいなと思っている次第なんですけれども、ちょっとね、一つだけね、まあちょっと雑談になってしまうんですけども、武豊騎手がね、滋賀県大津市の、滋賀県警察本部で自身が起用された犯罪防止、詐欺被害防止啓発ポスターの披露式に出席したということでね、詐欺根絶の手綱緩めないということを言ってらっしゃるんですけど、なんて間が悪いんだと。はい。なんて間が悪いんだという感じがしますね。しかも北三ブラックが逃げ切っている写真ですしね。で、まあ、サブちゃんはサブちゃんなんですけど、このタイミングでね、こういうのに出て、で、例の件ではね、武豊騎手、例の件の例の馬主さんの馬にもまあ乗るんだろうなと思いますからね、ちょっとこれは断れなかったのかなっていう、なんか本当に笑えないブラックジョークになってるなって思ったんですよね。武豊騎手ぐらいの頭の良い方であれば、ここに出るのは絶対に今マイナスっていうかネタにされちゃうっていうのは分かってると思うんですけど、うん。まあちょっと僕的にはね、笑えないって言いながらもちょっともうあまりにもひどいなと思って笑ってしまいましたけど、はい。まあまあまあ、競馬界ね、この春から、よりね、盛り上がっていいニュースが増えると嬉しいなと思ってます。はい。もうちょっとかなりね、悪いニュースが続いているので、はい。次に出てくるのは良いニュース、はい。だといいなと思いますし、僕もね、馬券の調子がちょっと上がったかなと思ったら落ち込んでる。またね、先週落ちたんで、はい、ここもね、気合い入れて頑張っていきたいと思いますし、まあ、ドバイの方もね、予想頑張りたいと思っております。ということで、先ほどでした。さようなら。